はい、K です。今回は補強第1弾、住谷銀次郎、西部が獲得調査ということで、今回は住谷銀次郎選手をライオンズが獲得調査したというニュースが出たので、そのことについて話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。 それではですね、西部が住谷銀次郎を獲得調査ということで、まずは記事の方から読んでいこうと思います。西部が楽天を戦力外になった住谷銀次郎保守を獲得調査していることが23日分かった。現役続行の意思を固めているベテナン保守、18年オフにフリーエージェント権を講じして巨人に席して以来、6年ぶりにフルツに復帰する可能性が高まった。西部は今季、西保守を固定できず、語彙と低迷。戦力としてはもちろん、若き保守の手本としても期待がかかる。西部は策オフ、西保守だった森がオリックスに 今期は2年目の子が4年目の柘育成出身2年目の古市と3捕手を先発で併用した平均年齢は23.7歳と若く住谷の経験値と頭脳が加われば19年以来5年ぶりのリーグ制覇へ向けて大きな力になる楽天が来季の選手契約を行わないと発表した13日住谷はびっくりしていますとりあえず今は現役を続けたいという気持ちがありますとコメントした 18年目の今季は岸谷、岸や早川、田中雅宏らとバッテリーを組み、65試合に出場。持ち味を引き出すリードは定評があり、さっきはリーグ3位の盗塁阻止率3割3分9厘を記録した守備力が健在で、戦力としても申し分ない。 今季は小川チーム最多の90試合でスタメンマスクをかぶったが、来季3年目の24歳とこれから経験を重ねる立場。2番目にお40試合に先発した次は23日、右肘のクリーニング手術を20日に受けたと球団が発表した。実戦復帰には3ヶ月程度を要する見込み、いずれにしても豊富な経験と実績を持つ保守が不在で、住谷は戦力の底上げとともに若手保守の育成面でも大きな存在となる。西武時代は12年と15年にゴールデングラブ賞を受賞。長年にわたって正保守を務めた。当時から誰よりも早く球場入りし、 相手チームも分析移籍先の巨人楽天でもその姿勢は変わらず後害保守だけではなく若手の投手ともに積極的にコミュニケーションをとり行き相談相手にもなっていた楽天を含めたパ・リーグ事情に精通することも獲得のメリットになる18年まで13年間プレーしたフルセーの復帰となれば栗山や中村らベテランとも一卒などチームの潤滑油として期待される 交渉会金は11月15日に行われる12球団行動トライアウト終了後になるが、フルス復帰が決まれば頼もしい戦力になるということでですね、まあ、住谷選手をライオンズは獲得調査しているということになります。まあ、住谷選手に関してはね、まあ、戦力外になった時に、まあ、僕もちょっと動画をアップさせていただいたので、まあ、詳しい成績とかはねえ、そちらの動画の方をちょっとチェックしていただけたらなというふうに思うので、まあ、ちょっと今回はね、手短に話していこうかなと思います。まあ、以前の動画でもね、住谷選手の獲得に まあ動いてほしいっていうことをね、えー、僕話してきたと思うんですけれどもまあいよいよねライオンズもこの隅谷選手の獲得に動いたということになりました。 で、まあ、その動画でも言ったんですけれども、まあ、この記事にも書いてあるんですが、やはりライオンズはね、キャッチャーが補強ポイントということになっております。まあ、小川選手がね、主に第一捕手として、まあ、非常に今シーズン成長を遂げて、まあ、投シリー率もパリーグトップ、で、バッティングの部分でも夏場以降は非常にいい活躍を見せてくれました。ただね、やはりま、2番手以降っていうところは課題で、まあ、つげ選手も手術が発表されまして、え、来季の開幕はちょっと微妙な状態ですし、まあ、古市選手はまだね、21歳ということで経験が で,はなくてで岡田選手もまあ故障していて来季どうなるのか微妙なところで牧野選手もまあ育成契約っていうところで、まあ、なかなかやっぱり古賀選手は出てきたんですけど、まあ、それ以降のキャッチャーが安定をしていないということになっておりますで住谷選手はね、まあ、今シーズン打率2割2分1厘 OPS5 割1分9厘ということでまあもちろんバッティングの方めちゃめちゃいい成績ってわけはいかないんですけれどもまあライオンズのキャッチャー陣の中だとね古賀選手の次にいい成績を残しているということなのでまあバッティングだけで見ても、ね やはりまあライオンズに入ってくれば2番手星にはなり得る存在ということになっております。なのでやっぱりね古賀選手1人で年間回していくっていうのはまあ難しいですから。 まあそういったところを考えても、隅谷選手は戦力的にもね、えー、十分必要な選手かなと思います。で、あとはやっぱり経験だったりとか、まあ、指導っていうところ、であとはデータっていうところもね、非常に、えー、彼の存在は大きいかなっていうふうに思ってて、ま,あ、まずは何より経験ですよね、えー、日本代表の経験だったりとか、マライオンズで優勝したっていう経験もあって、まあ、非常にね、タイトルも獲得していますし、えー、経験豊富な選手ということになっております。まあ、3球団ででプレーしたっっていいう経験もやっぱ大きいですよね まあそういったところを考えるとやっぱり若手の指導っていうところもね期待ができる部分があるかなというふうに思います。 で、あとはやっぱりその指導って部分で言うと、まあ将来的なね、コーチっていうところもね、えー、担える人材なのかなっていうふうに思うので、まあそこを考えてもライオンズにとってはね、やっぱり必要な人材かなというふうに思います。で、あとはやっぱりね、えー、昨年まで、まあ今年までですね、今年まで楽天でプレーをしていたというところがあって、まあ楽天の投資のデータっていうところをやっぱり多く持っているというのがあります。やっぱりここは結構大きいんじゃないかなっていうふうに思ってて、 まあその選手がね、同一リーグに来る、まあ、ライオンズに来るっていうふうになるとね、かなりやっぱり大きいことなのかなっていうふうに思うので、まあ、そういったね、データ的な部分に関しても、やはりね、彼の獲得っていうところはね、ライオンズにもたらす影響、非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただね、実際に今回、獲得調査ということで、お、ま、得、あ、に動いてくれたので、まあ、僕は非常に嬉しいなっていうふうに思いますし、 まあこの感じでね、まあ11月の15日以降が正式な交渉解禁日ということになりますけれども、まあ大体1ヶ月後ぐらいにはなるかなというふうに思うんですが、まあ隅谷選手がね、またライオンズのユニフォームを着てプレイする姿っていうのを、まあ、期待して待ちたいかなというふうに思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。